ナイトルーティーン。みなさん、こんにちは。こんばんは。今回はね、夜ご飯食べて後にうちらは家で何をして過ごすか。うん、その。そう。ナイトルーティーンをご紹介していこうと思います。すごいしょうもないと思うんですけどね。そうこちら見ててちょっと元気になって、そう仲間たちらのもください。それではレッツゴー。あー、ピビッと頑張った。あ、メイクプンやあります。頑張った。メイクプン。なになになに、わっ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 、そんなそんな。メイクをしまっ。なんで。綺麗ね。はい、それではこれから顔を洗いに行くんですけど、最近使ってるのはこのグダルの洗顔になります。こうやって、まあ、手で泡立てて優しく優しく顔を洗っていきます。これはね、すんちゃんも一緒に使ってるから、あの男性の美容屋さんにもおすすめですよ。はい、そしてこのスポンジを使って顔を洗い流していきます。このスポンジはまあダイソーとかオリーブヤングとかに売ってるかなと思います。そして最近ハマってるのはこのクレーパックになります。詳しくは概要欄に書いておきますね。はぁ、なんで一回で撮ってて。パクチョ、クゴキボンなんにゃ。やめて、ほんとに。パクチョパクチョ。綺麗だ。私のナイトルーティンです。なんか京都で見たことある。これは強敵だな。なんで韓国の薬はこんな強いんだろう。わかる。なんでだろう。取れないよね。おやすみなさん。どうですか、うちらのナイトルーティン。すごいしょうもないんですけど、一回は取りたかったんです。ありがとうございます、はい、見ていただいて、はい、ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、アンニョン。やめて、パパ見てるよ。お父さん、元気ですか。